今までで一番やばいテレビのやらせどんなでしたか厚しさんの経験談で。これはもう堂々と言ってやりますよ。あのやらせクソ番組。NHK 熊本だったっけかな僕がお城好きなんで、地震で崩れた熊本城を見に行って、厚しさんは何を思うかっていう番組だったんですけど、お城好きだし、熊本城の復興のためになればと思ってその仕事を引き受けて、 照明とかもね、博物館に入るときの照明、40分もかけて、照明作んなよって、俺は思ってるんですけど、まあそれは、まあ作り手のこだわりだから、照明はいいとしても、熊本城を見てどう思ったかっていうのをもう自由に言ってくださいって言ってたのに、そこのディレクターが、石垣が崩れてるんですよ、熊本城の。お城見るときに石垣をすごく見るんで、阿能州っていう石垣、石区って呼ばれてる、石垣専門の大工さん、石区っていう人がいて、 すべての石垣に番号を振ってあって、パズルみたいにして組み上げていくんですよ。最新の技術を使って。だから、そういうのを見て、あ、こういう人たちが、 熊本城の石垣をこう復興させるんであれば、僕は復興が早いなと思ったんで、安心しました。石垣っていうのがどんだけ大切かっていうことが、このプロジェクトを通してより皆さんに伝わると思いますっていうのが俺の感想だったんですよ。だけど、ディレクターさんは、なるほど。でもどうですか、厚木さん。石垣が今、その下に崩れてるじゃないですか。あの石垣が崩れてるのを見て、どういうふうに思いますか いやだからさっきも言いましたけどこのメンバーが石垣を組み立てるんであれば僕はこの復興は早く進むと思うし熊本城大丈夫かなと思ってきたけどあこれは大丈夫だこの人たちに任せておけば大丈夫だっていうふうに確信しました言ったらまたそのディレクターが「でもねあそことかもなんか崩れて石垣がああいうの見たら悲しくなってきたりしますか?」って言ったから「はい それもう、俺が悲しくならない限り終わんない演出が始まってるよね。だったらもう僕もこのまま降ります。帰ります。って言ったら、いやいやいや、そういうつもりじゃないんですけど、いや、そういうつもりで言ってんじゃん。俺に悲しいっていうコメントを出すまで終わらない感じじゃん。俺ギャラいら,いらないからマジで帰るよ。つって。いやいや、もう、あの、そのまま、あの、厚井さんのコメントを使わせていただきます。っていう風な感じで、 終わったのはあります。NHK って言っても優秀な人もいれば優秀じゃない人もいるからで。優秀じゃない人に当たるとしんどい。優秀じゃない人に当たると一番しんどいのが NHK です。潤沢な予算もあるし、作り手もすごく優秀な人がいるんですけど、人数が多いから、なかなか首にならないから、優秀じゃない人でもね、働けちゃうんですよね。やらせを強要してきたら私は帰りますっていうようにしてます。あともう一個あるんですけどね。ちょっとそれはまだ継続中の番組なんで、また今度にします。